もっちが描かれていた高速バス現在はコンバートで広島空港リムジンバスももっちは岡山県のマスコットキャラクター。岡山県が舞台とされる桃太郎伝説の桃太郎をキャラクター化したもの。2000年に第60回国民体育大会のテーマ及びスローガンが決定。テーマには12,392点の中から晴れの国岡山国体が スローガンには12,248点の中から、あなたがキラリが選ばれた。2001年7月に、テーマ及びスローガンをモチーフとした、マスコットキャラクターを募集。5,500点を超える中から、赤木一行のデザインが選ばれた。その後、愛称の募集が行われ、約6万5,000点の中から、ももっちが選ばれた。二千五年、晴れの国岡山国体、輝いて、 岡山大会でマスコットキャラクターとして活躍。2006年には岡山県のマスコットになった。2014年に装飾を中心にデザインを一新。髪の色は黄色で後頭部に大きな星型の曲げをゆい、桃をあしらったジンバ織と鉢巻き姿をしている。国体の際に学生ボランティアネットワーク、キラリネットを中心として作られた体操。ありがとうございます。